はい、じゃあ続きやってこっか。じゃあね、久しぶりですが、お前らは草を食えと。あ、肥料撒けるね。撒くか、肥料撒くか。さあ、肥料撒けます。じゃあ撒きます。よし、じゃあ肥料も撒いたことだし、卵ね。じゃあ今日も探索をしましょうか。行ってくるよ。それでは。じゃあこの辺かな？この辺だよね。ちょっと久しぶりすぎて。隠し金山はあれだよね。確かあのあれですよね。あのいっぱいいっぱい素材もらえるところね。じゃあ今日はここ行きますか。木場行動。久しぶりすぎてあれだわ、操作がおぼつかない。あ、ちょ、どうしよう。このあ、ですよね。操作を完全に落ちた。なんだ。そんなに盛り上がっちゃってるけど、どうしたの。ちょっと回復しよう。壊せないもんかな。壊せないもんなんだね。これはもう上に行くしかないんだね。こんな感じで。で、宝がありそうだね。よいしょ。ちょっともう初っ端からなんかすごいお恥ずかしい姿を見せている気がするんだけど、ちょっと待ってね。操作方法がね、全然あれです。思い出せてません。全然ダメです。あれ、この辺じゃ、一体この辺じゃないんだ。なんかありそうだけどね。まあ、とりあえずクリアを目指して下走ろうぜ。痛い。ここら辺もあるか。あ、これ爆弾。痛い。
何今の。ちょっと、もう、初っ端からカットの嵐じゃん、これは。あ、そう。これが痛いんですよ、これが。いった。ちょっと待った。お前か。いって、危なっ。え、あっけねー、あっけない終わり。おお、でも新しいところは解放されない。ということは、ということはこれは探索度を上げなきゃいけないってことか。あ、じゃあ今日は探索会かな。まさかの今日はあれですか、探索会というよりもリハビリ会。あ、そっか、大筒で敵を倒せってやつあったよね。でじゃあまあ死んでもろうて。あ、オッケー。危ない。あと琥珀をなんか稼げっていうやつじゃない。にゃ、ちょっとこの鳥を、あ、ちょうどいいじゃん。よし、じゃあ次他の地域行って、ヨボリアナ、ヨボリアナ行きましょう。うわ、なるほどね、そういうパターンですか。ボス戦の攻撃します。痛い。あいって、ちょっとあの術師どこ行っちゃったんだ。ポンポポンって言ったね。どの辺だ？いた。お前や。あ、ここにもあるね。あ、あったあった。いで、俺もかかった。なんだなんだなんだ。はいで、はいだ。どうしよう。よし、ちょい回復して、回復もうあれだな、お腹空いちゃうな。あれ意外にね食らうんだよね。わかるでしょ。そうなんですよ、意外にね痛いんだよね、あれ地味に痛い。
ここにもあった。んで食事効果が減りましたと。減りましたじゃない、なくなりましたと。だいぶ暗くもなってきたな。そろそろ、あ、もう夜になりましたんで、夜になったらもう終わります、マジで。じゃあ隠し金山行ってみよっか。行ってみよっかっていうか、これ前行ったね。さすがにすぐに復活はしてないか。壺だけ壊してね。よし、少な。お、だけど目標は達成したな。じゃあ帰って、我が家に帰って。俺に戻りましてござりまする。オッケー。お、ワンコ、はいよ。かわいい。はい、何、夜産んだパターン。たんねーす。どう、いい感じ。っていうかさ、あいつらちゃんと仕事してないだろ。なんでこんな雑草残ってんだよ。でも水少なくない？田んぼに水を入れよう。浅めに水を張ったぞ。分血も終わったし、そろそろ水を入れるか。うん、ちょい水多めにしとこっか。田んぼに水を入れよう。めっちゃ泣くやん。めっちゃ泣くやん。のみのみと水を張ったぞ。よし、こんなもんか。ただいまー。さて、まあこの時期はね、クモとかいますからね。ゆうちゃん可愛いですからね。はい、くまなく探して。よし、じゃあ飯食べますか。いただきます。いただきます。なあ、このいただきの世ってのは、俺がたちふもとの世の連中が死んでから来るはずの動画なんだべ。噂に過ぎぬが、そう言われてはおぐな。ってことは、俺たちは実はもう死んでるってことでねんのかや。怖いこと言わないでけれ。なるほど、雨の浮き橋も死者にしか見えぬ橋と考えると、誰もがたどり着けるところではないというのは納得がいく。俺たち本人生きてんのか。大ぞけがするような話はやめよう。案ずることはないと思うがの、現にお主らは皆こうして飯を食っておくではないか。食わねばどうなる、あるいは鬼に切られたら。無論どちらも死ぬであろう。それは少なくとも今は生きておるということじゃ。いがった、金太、いがったね。ほいじゃあ、ここで死んだら、おいらたちはどうなるんだ。いただきの世さえいくはずだったふもとの世の魂に、これ以上行く先なんてあるのかや。それは、なんとも言えんわい。お主が珍しいんじゃ。フォロモスでは、人の魂は、神のもとに召されると考えています。
ここで言う紙はヤナトの紙とは違います。始まりであり終わりである光の体重のことです。確かにそうであればまだ辻褄は合いそうであるな。お主はどこの教えにも耳を傾けるの。少し節操がないのではないか。はは、正直に申しますと、それがしには神仏のことはよくわかりませぬ。よくわからぬうちからこれと一つに定めることもござりますまい。見る手は田植え物のいい加減いいと思います。しっかり考えて決める一番です。とりあえずこの場において北条神であるこのわしから言えることはただ一つじゃ。飯がまずくなるから難しい話はやめよう。おいや、もちろん。ごちそうさま。まあ確かにそうだわ、一理あるわ。じゃあ朝まで休んで。風が強いの。分血も終わったし、そろそろ水を入れるか。もうさ、出水ってことはさ、あれだね、もう米できちゃうね。ねえ、カッパは外いいだろうね。今ね、雨降ってるからね。なんか作るかや。あ、カシノスキ、カシノスキ、はい。あー、サズチとかまた集めるとかって言って、集めてないな。スイマリのしずく、あ、ミクマリか。あー、なんかあれだね、ちょっと強い武器あれだね。結構素材多いねこれね。しかもあれか、輸入しないといけないやつか、取引しないと手に入らない素材もあるね。神様、何か作りすかや。あー、毛皮とかも欲しいのか。朝とすげはあれか、引き続き収集するか。じゃあ今日も、あと田植えもんがこっちの方でもいいよね。あー、金の丘、なるほど。ちょっとこっち行ってみようか。それでは、じゃあヨボリアナ続き行こっか。このなんかね、結界張られてるとこあるから、ちょっとその辺はさ調査しつつ。なんだこの微妙な穴。いて、相変わらず一定数。なんかいろんなところで勝手になんか争いが起きてる気がする。さて、これの防御はどこなんだろうな。とりあえず道なりに進んでいくしかないか。こっちではないかな。ああ、なるほどね。あの鳥たちを倒さないと
いって。やばい、いった、いって。穂が熟しました。はい、熟しません。はい、熟しませんっていうのもおかしいで。時間は戻ったんだよ。何今？痛いじゃん。痛いんだわ。爆弾はやばい。どうしよう。じゃああの爆弾もうざいんだけど。もうこの杭みたいなやつ、あれはどこにあるんだ、こっちか。あーなるほど、なんかちょうど中間ぐらいにきっとあるんだね、あの宝が。なるほど、これは謎が残りますね。無限城、うんうん、なんか城って書いてあるぐらいだから。なんじゃこれは。このような城前からあったかな。こんな立派な城、霧に包まれた山々とはいえ、これほどの城があれば峠からも影くらいは見えるはずですじゃ、うん、そうだよね。それに加え、竹蛇様の砦とは明らかに異なる様式、うん、鬼どもを滑る何者かがここしばらくのうちに建てたと見て間違いございませぬ。なるほど。鬼の多さとやら、わしらが気づかぬうちにこのような城まで作り寄せるほどの力を持っておるのか。さて、いかがなさいますかな、お姫様。ここまで来たんじゃ、ぶっ潰すに決まっておら。単独でぶっ潰しに。立派な城だよね。だけどこんな城そんな短期間で作れるかい。おお、めっちゃ城内部やん。なんか最初に出てきたボスじゃん。あ、やばい、それは危ない。痛い。ちょっと切り落とせ。よし、オッケー。なるほど、次々と敵が現れる、そんな感じですか。なんかさ、弱くなってないよね。どっちがいいかな、こっちかな。あ、目上昇の方が良かったかな。まあいっか。とりあえずお腹空かないようにしておかないと。人の間、危な。なんでボス戦並みの敵が普通に出てくるの。しかもゲージなし、でかいんよ。これさ、でかすぎて逆になんか敵がなんだろう、ちゃんと進化を発揮できてない状態になってないか、これ。よし、ふう。けどあれだね、なんつったらいいのかな、素材はいっぱい手に入るね。おいしい。天の間、おぶの。
いってっす。ハブネッス。いって。危ねえ。どこを見ておる。危ねえ。そこそこ。よし、倒したー。全開できるかな、これ。これ、熊の上あるかな。熊の上あったらもう一回これ、帰らないと無理だ。こんな戦い。ああ、もう、お腹すいて。ついてますよこれ。おっとっと。やはりこやつであったか。眠っておるのか。その状態で眠れるんだ。しかしこの凄まじい邪気、ひげにビシビシきますぞ。紛れもなくこやつが鬼どもの長でありましょう。ほん、誰かと思えば橋で会ったガキじゃねえか。久しぶりじゃの。しばらく見ぬうちにえらく強い気をまとうようになったもんじゃ。まあな、てめえらよりもずいぶん前にこの島にたどり着いたからな。どのぐらい経ったんだろうね。磨き上げるだけの暇はあったというわけだ。ほう。わしらが島に来たのを知っておって何故本気で攻めてこなんだ。こっちはこっちで手一杯でな。手一杯。今にも暴れ出しそうな輩を抑えるのに手を焼いていたのさ。ほう。ままならねえもんだ。何にせよこれまでじゃな。手下の鬼はそう崩れ、もはやお主で最後よ。諦めて降参してもよいのだぞ。最後だと。うわ、いるわ。それはこれまではただの化粧戦だ。てめえはまだ何も倒しちゃいねえし、何も倒せやしねえ。この俺一人すらもな。は？は？柱の借りを返させてもらう。その次はカツラ。あの女やガキどもだ。カツラ。来ますぞ、お姫様。こやつを止める。止めます。止めれるかな。厳しいと思うけど。そこ、もらった。いってよ。どこを見ておれ。もらった。あ、いって、すり抜けらんない。いっと、こっちじゃ。いくぞ。いや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 。こっちじゃ。こっちじゃ。こっちじゃ。どこを見ておれ。もらった。どこを見ておれ。こっちじゃ。こっちじゃ。倒せなくない。もらった。こっちじゃ。あぶねえ。いったい。はい、ちょっとこれはあれですね、一回回復しに行きましょう。はい、これはダメです。あのお腹が空いてます、完全に。一回帰ります。もしかしたらちょっとお帰り一回回復じゃねえや、探索しまくって、なんかあれ強化する素材、琥珀を目いっぱい集めないといけないかもしれないね。あと収穫しなきゃいけないか。これも収穫会じゃないか、もしかして。そうだ、穂が熟してきたな。刈り取ってみる。田んぼから水を出すんだな。水出して、そっか、
もう収穫か。収穫だよみんな。ねえ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 、収穫。もう石丸一旦いいじゃん、強くなれるし。そうだね、先に収穫しちゃおうか。じゃあとりあえず適当に飯食って。いただきます。いただきます。ごちそうさま。雨か、雨は嫌いや。そんなこと言うな。雨か、よし、じゃあ収穫しよっかね、今日は。実るほど神戸を垂れる稲穂かな。シャ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 。そう、ここらで刈り取るべきだな。刈り取れ刈り取れ。なんか久しぶりに稲作ちゃんとしてる。てか1年過ぎるの早いな、やっぱり。あれか、探索めちゃくちゃはかどったから、その分時間過ぎるのも早かったのかな。そうかもしれない。だいぶ剥ぎ取るスピードが速いな。もう見えないもん、おげじゃなきゃ見逃しちゃうね。全部わしのものじゃ。それはない。じゃあ干しますか。次は肩掛けじゃ。よし、しっかり乾けよ。早いね、足もトテトテしてる。トテ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 カメラワーク、こんなもんか。あ、ラース1。こんな、なんか米増えた感じしないよね。終わり終わり。オッケー。そしたら乾かないもんね、まだね、そんなに。じゃあ探索するか探索するか。